ハスティリオーネの戦いは、1796年8月5日、ナポレオン・ボナパルト将軍が指揮するフランスのイタリア方面軍とダゴベルト・ジーク・ムント・フォン・ブルムザー・ゲンスイ率いるオーストリア大抗国軍の間で行われた戦いである。数において、劣勢となったオーストリア軍は、丘陵地帯を民著側とぶつかるボルゲットまで押し戻され、そこで川を渡って退却した。 戦場となったカスティリオーネデッレ・スティビエーレは北イタリア・ガルダ湖の南 10km に位置する。この戦いはフランス革命戦争の一部であり、ナポレオンが第一次大仏大同盟との一連の戦いにおいで名を挙げた4つの戦闘の一つとしてバッサーノの戦い、アルコレの戦い、リボリの戦いと共に知られている。この戦いの勝利からヨーロッパ中に ナポレオンが意識されるようになる。この戦いは北、イタリアにおけるオーストリア最重要の要塞であるマントバを包囲したフランス軍を打ちアブランとするオーストリア軍による最初の試みであった。その目的達成のためブルムザーは4つの渋滞をフランス軍に集中させようとした。この作戦はナポレオンがこの脅威に対抗するために必要な兵力を マントバ方位から引き抜くという点についてのみ成功したがナポレオンの能力とフランス軍の攻軍速度はオーストリア軍の核渋滞が集結する前およそ1週間の間にそれらを各個撃破することを可能にした決定的な側面攻撃を行うタイミングが早すぎたものの戦いはフランスの勝利に終わったフォンビオロディサラニボルゲットで ナポレオンに敗れたヨハンペーターボー流将軍のオーストリア軍はおよそ1万4000人の兵をマントバ要塞に残して北方のトレントに向けて撤退した。マントバはクワドリラテローとして有名な4つの要塞の一つであったがフランス軍は他の3要塞レニャーゴ、ベローナ、ペスキエーラはすでに主中にしていた。ナポレオンは5月31日に マントバ攻略を試みたが失敗した。6月3日にフランス軍はこの地を包囲したが、マントバはヨーゼフ・フランツンとディルレのオーストリア中東軍と316門の大砲で守られていた。6月にナポレオンは強行領をトスカーナ、パルマ及びモデナに講和を迫り、巨額の賠償を要求した。そしてそれらの都市から砲兵装備を挑発することにより、 マントバ方位に必要な179門の大砲を揃えた。本格的な行為戦は7月4日に始まった。ナポレオンはマントバ方位を維持するために4万6000の兵力を配置した。ピエール・フランソはそソれはブレシアとガルダコ西岸を占拠した。アンドレ・マッセナは大部分の兵力をガルダコ東岸のアディジェ川上流の渓谷に配置して北からの侵攻に備え、 また、ベローナの守備も担当した。ピエール・オージュローは、アディジェ川下流のレニアーゴの両側を担当した。マントバ包囲軍は、ジャンマチュー・フィリベール・セリュリエが指揮した。ペスキエラには、イアサンとデスピノワが一個反旅団を率い、もう一つのマッセナ部隊を含む多くの部隊が、移動中だった。ベローナ南西のビラフランカ・ディベローナには、シャルル・キルメーヌの騎兵部隊が控えていた。 ブルムザーは4渋隊による攻撃計画を立てた。ブルムザー自身は中央の2体を指揮した。メラス隊は14000でアディジェ川西岸を南下し、ダビドビッチ隊は1万で東岸を南下した。ガルダコの西では、ペーター・カスダノビッチが18000の右翼渋滞を引き、左翼では、ヨハン・メツァロシュが第4渋隊5000とともに、ビチェンツァに位置を占めた。 ブルムザーの命令は、フランス軍がベローナとレニアゴ号を出るが早いか、直ちにその2都市を占領せよというものであった。7月下旬、オーストリア軍はトレントを侵発した。ブルムザー直卒の中央の2つの渋滞は7月29日、リボリベロネーゼ付近の険しい地形でマッセナを破った。オーストリア軍は800の損害を被ったが、 死傷1200、1, 200, 捕虜1600、捕獲法9問の戦果を挙げた。カスダノビッチの1旅団は、ガルダコハンのサローから、ソーレ隊を駆逐した。オーストリアの2つ目の旅団は、ガバルドから、フランス軍を押し出した。7月30日、カスダノビッチの別の2個旅団は、ブレシアを吸収し、奪った。オージュローは、マントバ方面に交代し、マッセナは、 ガルダコ南端へ退いた。7月31日、ナポレオンはミンチョ、民著川西岸に退くと、カスダノビッチに兵力を集中した。その夕方、ナポレオンは、セリュリエに、マントバの包囲を特う命令した。7月31日から8月2日にかけて、ブレシア、モンティキアーリ、ガバルド、ロナート及びサローにおいて一連の複雑な起動が行われた。 ナポレオンは、オージュロー、マッセナ、デスピノワ及び、キルメーヌをブレシアに集中し、8月1日に、それを奪還して、西の連絡船への脅威を一掃した。一方、ブルムザーは、ペスキエーラを包囲するために、アダム・バヤリクス少将の部隊を発出した。ブルムザーの中央渋滞は、マントバに到達したが、フランスの包囲船の破壊や、包囲軍が放棄した大砲を、 市内に引き込むこと時間を費やした。ナポレオンは西方への退却を命じざるを得ないと考えていたが、ブルムザーがその勝利を迅速に拡大しようとしていないことに気づくと一転決戦を挑むことを決断した。メツァロ氏は結局8月1日にレニャー号を占領した。8月2日、アントン・リップ大将将が率いるブルムザーの前衛部隊。 4戦は、アントワーヌ・バレット巡将の旅団をカスティリオーネから、駆逐した。その翌日、王ロ郎は1万戦の兵力で、リプタイを攻撃した。激戦の末、フランス軍は、リプタイがソルフェリーノにおいて、ダビドビッチと合流するまで押し戻し、ブルムザーは、王ロ郎を食い止めるためにその全軍を投入せざるを得なかった。オーストリア軍は、 フランツニコレッティ少将が負傷したほ1000の損害を出した。一方のフランス軍も、マルシャル・ベーラン巡将の戦死を含む1000以上の損害を被った。その時点で、ブルムザー軍とカスダノビッチ軍の間隔はおよそ8キロメートルであった。8月3日、フランス軍は、ロナートの戦いで、オーストリア軍の右翼渋滞を散々に破り、カスダノビッチは、 北方に退却した。ナポレオンは、カスダノビッチ軍の退却を監視するために、ソーレを派遣すると、その他の全軍を、ブルムザーアに集中した。8月4日、両軍は衝突した。ブルムザーアは、バヤリクス隊に、フランツ・バイデンフェルト大佐の指揮する四個大隊を、援軍として送り、また、メツロシュには、セリュリエがナポレオンと合流することを阻止するよう命じた。 この日、フランス軍は、ロナートにおいて、オーストリア軍のカスダノビッチ隊の2000人を捕虜にした。8月5日までに、ブルムザーは、マントバ要塞から出撃したヨーゼフ・ブカッソビッチの、旅団を含む2万の兵力をカスティリオーネに集中した。ブルムザーは、自軍の右側面を、ソルフェリーノの城と村の近くの丘陵地に預けて、全体を2つの応隊に整えた。 オーストリア軍の左翼は、モンテ・メドラノの丘に達し、その小さな丘の頂上には、砦と若干の重砲が配置された。ナポレオンの軍は、マッセナ師団とオージュロー師団を加えて22,500に膨らんでいたが、さらに日中には、デスピノワの部隊も加わるはずだった。ナポレオンは、正面攻撃でブルムザーを釘付けにしている間に、セリリエ師団5000が、 オーストリア軍左翼後部に襲いかかるように計画した。そしてオーストリア軍の前線が V 字に折れ曲がった形になった時に、そのつなぎ目であるモンテ・メドラノに攻撃を加え、戦線を分断する考えであった。ブルームザーをさらに罠に陥れるため、ナポレオンはマッセナとオージュローに交代を命じた。ニコシダンが突然退却を始めると、オーストリア軍はまんまとその策に乗り、 その後を追った。そこに、セリュリエ隊が、第五竜起兵隊を先頭に現れた。ブルムザーはこの後方の脅威を排除するために目に、第二戦をそちらに差し向け、また、第一戦も素早く交代させた。この時、ナポレオンは、モンテメドラノに向けて対して、彼の、破壊力を心発させた。大隊長、オーギュスト・マルモンが、騎馬砲兵を急進させて、 至近距離からの砲撃を行い、それに続いて、敵団兵が丘に突撃した。正面からマッセナと王次郎が攻撃し、旅団長、シャルルルクレール大佐の率いる、デスピノワハイカの二個半旅団が、ソルフェリーノの丘に達して、占領した。激しい戦いの後、ブルムザーは、包囲されるのを避けるために退却を命じた。マッセナは、 オーストリア軍の右側面に回り込もうとしたが、バイデンフェルトの部隊が到着して、それを防いだ。オーストリア軍は、アントン・シュビルツ・フォン・コビニン少々率いる、少数の騎兵によって護衛されて、なんとか、その晩のうちにボルゲットにおいて民著側を渡って、退却することができた。この戦いにおいて、オーストリア軍は死傷者2000の損害を被り、 加えて1000名の兵と20門の大砲が捕らえられた。フランス軍の損害は、おおむね1100から1500と考えられる。リプタイは重傷を負った。ブルームザーをマントバ付近から何としても遠ざけるために、ナポレオンは、大次郎師団にボルゲットへの陽動作戦を命じたが、本当の攻撃は、マッセナによるペスキエラに対するものだった。この作戦行動の結果、 バイアリクスとアントン・ミトロフスキー少将の部隊は、押し戻された。チロルへの連絡船が脅かされたため、ブルムザーは北への退却を命じた。この地域を去る前に、オーストリア軍の指揮官は、フェルディナンド・ミンクビッツ少将とレベレヒト・シュピーゲル、少将の下のニコ旅団を補給のために、マントバに差し向け、切迫していた食料の補充と病人の避難を、行わせた。 その後、ブルームザーは、アディジェ川東岸を、トレント方面に退却した。ナポレオンは再び、マントバを包囲したが、大砲が不足していたため、できることといえば、封鎖によって、マントバが上、降伏してくるのを待つことだけだった。一連の戦いでのフランス軍の死傷者は6000を数え、さらに4000の兵と、工場法列が捕獲された。 オーストリア軍の死傷者は16,700であった。歴史家デビッド・ジー・チャンドラーはこう書いている。この戦闘の経緯は、ナポレオンの得意とする戦法が1796年という早い時期にすでに確立していたことを疑いの余地なく証明している。その後、彼はその技術、特に連続した局面を絶妙のタイミングで展開するという、 極めて重要な問題に磨きをかけ改善してゆくがアウステルリッツ、フリートラント、それにバウセンでの攻撃を勝利に導いたすべての要素はカスティリオーネの戦いの段階ですでに作戦に用いられているのである。ありがとうございます。